おはようございます。まず私から一点、ね、報告をさせていただきます。先週5月11日から12日にかけまして、34の国機関の参集のもと G20 新潟農業大臣会合が開催をされました。私自身議長を務めさせていただきまして、農業食品分野の持続可能性に向けて、新たな課題とグッドプラクティスをテーマに、閣僚間でそれぞれの抱える農業や食料に対する諸課題に関しまして、率直な意見交換を行わせていただきました。私から日本の農林水産大臣の立場から、我が国が人口減少や急速な高齢化の同時進行という課題に直面する中、新技術の開発導入、高い農業技術や経営管理能力を有する人材育成等を進めていくことを紹介をさせていただきました。全3カ国の国のもとで2019年 G20 新潟農業大臣宣言を採択をいたしまして、農業の未来のため各国間で知見を共有するという重要性を確認をすることができましたのは大変有意義だったと。また閣僚宣言採択を、欧州やアジアにおいて発生が拡大しているアフリカ、ドンコレラへの対処につきまして意見交換も行いました。国際社会が一致団結して対処することの重要性に関しまして、認識を共有できたことは極めて意義深いことであったと考えております。さらに会議以外の場でもですね、例えばレセプションの場などで東日本大震災の被災地や地元新潟県等で生産をされました食材を使用した料理を提供いたしまして、各国から高い評価もいただいたところでもございます。東日本大震災の風化を防ぎ、国内外で被災地を支援する機運を高め、また我が国の高品質でおいしい農林水産物食品の輸出促進の観点からもですね、非常に重要な意義を持つものであったと考えているところでございます。でまた今回の会合におきましては、大変多くのボランティアの皆様、新潟市の職員の皆様、新潟県の職員の皆様、その他多くの県警警察関係職員や海上保安庁の職員のご協力もいただきましたことをご紹介をいたしますとともに、改めて感謝を申し上げたいと思います。私からは以上です。幹事社に関係します、今先ほどご発言もありましたけれども、改めて2点というのは、2日間のご感想と成果についてお聞きしたいと思います。はい。まず本会合でですね、採択をされました2019年2020新潟農業大臣宣言におきましては、 ICT やロボット等の先進技術の活用を通じた農業のイノベーションの重要性、フードバリューチェーンの発展に向けた食品ロス廃棄の削減ですとか、過度な価格乱高下への対応の重要性、そして SDGs の達成に資する農業を通じた飢餓の撲滅や食料安全保障の確立の重要性等について確認をしたところでございます。このようなの世界のですね、食料問題の解決につながる重要なメッセージを国際社会に力強く発信できたことをですね、大変喜ばしく思っております。また参加各国のご協力のおかげをもちまして、昨年の議長国アルゼンチンから受けたバトンをですね、次の議長国でありますサウジアラビアに良い形で渡せたのではないかと考えております。加えて我が国が主催する令和元年の G20 閣僚会議のトップバッターということにおきましてもですね、 G20 サミットおよび他の G20 閣僚会議に弾みがつくような良い成果が得られたのではないかと考えているところでございます。
秋葉原区どうぞ。はい、どうぞ。NHK の方にと申します。景気の動向についてお伺いしたいんですけれども、指数の調査で、預かっているような判断もあったりとかですね、あと米中関係でアメリカの感じありたりというところで世界的な経済の知られているような状況あるかと思うんですけれども、農水大臣として食料産業の農業を管轄されます、受け止めをお願いします。景気の動向につきまして、はですね、またこれは全て私が紹介しているわけではございませんので、また関係閣僚会議、景気の動向についての報告等がございますので、あえて触れさせていただきませんけれども、常に食料産業を担当する私の省としても、この動向につきましては常に注視をしているところでもございます。また米中関係におきましては、中国時間13日、中国がですね、米国からの600億ドル相当の輸入品に対して5%ないし 25% の追加関税を6月1日から課す旨、公表をされたようでございます。でさらに米国時間、米国がですね、中国からの残り全ての輸入品に 25% の追加関税を課す所持の詳細を公表したことにつきましては、承知はいたしております。で米国におきましては、世界 最大の農産物の輸出国である一方ですね、中国は世界最大の農産物の準輸入国であることから、米中間の貿易協議の動向というものは、日本を含む、世界の市場における農産物の需給とか価格に影響を与える可能性があると考えておりますので、引き続きですね、この与える影響については注視をしていくことと思います。